MN が自然数の時、この定積分を求めたい。そこで丸1と置きます。括弧1、 M が1以上、 N が2以上の時、丸2となることを示しなさい。括弧2、B括弧 MN を求めなさい。回答です。 B、Q を定数とすると積の微分から丸3が成り立ちます。丸3の両辺を X について0から1まで定積分をします。丸4となります。丸4の左辺は0ですから丸5となります。丸5で P を M、Q を N-1 と置くと丸6となります。丸1を使って丸2の式が出てきます。括弧2です。丸2から丸7、丸8、丸9、丸10となります。丸10で B 括弧 M プラス N マイナス1、1を計算します。B括弧 MN はこのようになります。 X が0と2分の π の間で丸1が成り立ち、 F0 が2です。この時括弧1括弧2を求めなさい。FT を T について0から X まで定積分した値を大文字の FX と置きます。また0から2分の π まで定積分した値を F の2分の π と置きます。すると X から2分の π まで定積分した値はこのようになります。丸1の式を変形して丸2とします。丸2を X について微分して丸3とします。大文字の F'X は FX ですから丸4、そして丸5となります。したがって括弧1括弧2が求められました。 FX が二次式の時、 P イコールの式が成り立ちます。この時 P の最大値を求めなさい。回答です。奇関数、偶関数の性質を使って定積分をします。FX をマイナス1から1まで定積分します。丸1となります。FX の2乗を展開して、その後マイナス1から1まで定積分をします。丸2となります。丸1から C について解きます。丸1ダッシュです。丸1ダッシュを丸2に入れます。 P を含む項を右辺に集めます。丸3です。AB が実数ですから2乗を含む項はプラスです。よって丸4が成り立ちます。丸4を解きます。丸5です。 B が2の時、 AB が0、 C が1です。答えはこのようになります。回答の2です。
シュワルツの不等式を使います。シュワルツの不等式でアルファをマイナス1、ベータを1、FX を二次式、GX を1と置きます。P を使って不等式を作り、解くと P の範囲が決まります。最大値が決まります。P が2の時、ABC を求めます。FX は高等的に0でない連続関数とします。この2つの条件が成り立つとき、方程式 FX イコール0は X が A と B の間で少なくても2個の実数解を持ちます。このことを示しなさい。回答です。括弧1、 X が A と B の間で解が一つもないとします。その場合は ① または ② の時です。この時 FX を A から B まで定積分した値はともに0ではありません。よって与えられた条件を満たしません。括弧に、 X が A と B の間で解を一つ持ち、その解を C とします。その場合は ③ または ④ の時です。括弧 X-C FX を A から B まで定積分した値 I を使って考えます。定積分の区間を A から C と C から B に分けます。③の時、X が A と C の間で、括弧 X-C、FX はマイナス。よって、その定積分の値はマイナスです。同じように、X が C から B の間で、その定積分の値はマイナスです。よって I はマイナスとなります。一方、与えられた条件から I は0となり、不合理が生じます。したがって、⑩は起こりません。同じく⑤ も起こりません。⑩、⑩から括弧には起こりません。括弧1、括弧2から少なくても2個の実数解を持ちます。